今この熊瀬川王子ってところの王子の下にいます。でこの先行くと岩上王子っていうのがあるんですけど、これなんか通行止めって書いてあるんで、こっちに迂回しないといけないんですよね。で次が湯川王子っていうんですけど、で今ここがあそこに熊瀬川王子があって、岩上王子までここ2.1キロ先にあるということです。だけどそこまで行けるかどうかわかんないですけど、次回は、ここから行きたいと思います。ここからちょっと星新門の駐車場までね、道をちょっと探りながら、今日は探って場所が分かって道を覚えたら帰りたいと思います。じゃあちょっとバスに乗って一旦地下通まで、戻って、そこから車でもう一回行きたいなと思ってます。3日目これ終わったのが12時前だったんで、もう余裕だったんでね。で一応その地下通の車まで戻ってね、ご飯食べたかったんで、こっからねバス停まで、小平峠のバス停までね 700m ぐらいで行けるので、もうとことことこうバス停に向かったんですよね。バスが12時36分だったんで、それを覚えてたんで、まあ、ゆっくり行ったんですけど、結局バス停着いたら12時ちょうどぐらいだったんですよ。でもう36分もあるし、でもうコロナ禍でこれバス本当に来るかどうかもちょっと分かんないし、でとにかく寒いんですよね。で歩いてたからまだ良かったんですけど、ここで30分ちょっと待てるかなと思ってね。それで、でちょっとそれより何より30分待つ間にトイレしたくなったらどうしようと思ってね、我慢できなくなったらどうしようとか思って、それで歩こうと思ってね、歩き出したんですよ。次の停留所まで歩こうと思って歩き出したのは良かったんですけど、なかなかちゃんと見てなかったから、停留所がどこに次あるのか、もっと近くにあると思ってたんですよね。今峠降りてきて、なんか工事やってるんですよ。でバス停そこなんだけどな、今時刻は12時36分にあるわ。あと36分もあるのか。じゃあちょっと歩いていくかな、先まで。いやー、やる時間過ぎまで歩けないな。ちょっと待とう。バスちょっと待ってたんだけど、やっぱりすごい寒いのよ。風がすごいから、もう歩いていくことに決めた。もう今20分ぐらい歩いたかな。野中の、さっきの杉のところの下のあたりの国道を歩いてます。もうこのまま地下通まで行っちゃうかもしれない。まあ時間的に会えばねバス乗るけど、バス通りなんで、ね、よし、寒い。まあこの日は7キロぐらいしか、多分10キロ歩いてないんで、もうまだ元気だったからね。今12時36分だったから、ちょうど今さっきの峠のバス停にバスが着く時間なんですけど、もう結構来たよ。もう多分半分ぐらい来たかもしれない。の中ですけど、足腰まあ鍛えるのと、そうだね、やっぱり土地勘つけるのにちょうどよかった。もう余裕ですね。ここは結構綺麗なところ、いい感じ。バス停まで余裕で行けると思ってたんですけど、途中で寒いのに
加えてしとしとちょっと雨が降り出してね、結構冷たいんです。もうだからバス停なかなか出てこないし、もう濡れていく覚悟でね、もう最悪地下水まで歩くつもりで歩いてたんですけど、そしたら野中まで結構40分ぐらい歩いた先で、目の前に野中のバス停が見えてきたんですよ。今12時45分野中の一方過ぎのバス停発見。助かった、雨降ってきたから。それでバス停着いて、そういえばバス追い抜かされて注意して歩いてたから、バス追い抜いて行ってないんですよね。車もいっぱい通ってたけど、バス追い抜いて行ってないから、まだ来てないと。それバス着いたら40分ってそこのバス停書いててね、野中のバス停が。それ時計見たら45分だったんですよ。で普通バスってその早く来ないけど、まあいや行ってないし、ちょっともうどっちみち来なけりゃ歩かないといけないし、どっちかしかないからね、二択だから、もう待ってたらすぐ来たんですよ。ほんとすぐ来たんですよ。でも悩んだよな、バスまだ来てないんだよな。10分しか経ってないもんな、ここ。あ、40分に来そう。じゃあこれに乗ろう。あれ40分だからもう45分なんだけど、だからもうすぐ来るな。じゃあちょっと待ってようか。なんとかもうバス乗れて帰ってきたら、もう降りたらね、やっぱりね、こうトイレがしたくなって、そしたらもうやっぱりうまいことそこに止めてるからね、目の前にトイレがあるから、もうドンピシャですよ。だからもうなんかこういろいろあるんだけど、全てがギリギリなんだけどうまくいくっていうか、もう本当についてるなっていう感じですよね。はい、もうぴったしですね。無事着きました。今1時、もう何もかもが順調バッチリですね。いいタイミングであれからすぐバス来て、まあほとんど歩けたんですけどね。トイレしたい、ちょうどしたいなって思うと思ったけど、またじゃあちょっとご飯食べて、これから、欲しいもんまで行きます。この時点まではあと2日かけて欲しいもんまでもう1回歩いて、で欲しいもんから本宮大社まで2日かけて歩くつもりでいたんですよね。で欲しいもんに駐車があるっていうこと、駐車場があるっていうことだけは知ってたから。でも欲しいもん行ったこともない、道も全然どいて行ったらいいか分かんない、土地勘もないわけでしょう。だからちょっととりあえず朝そんなね、バス乗るのにそこまで行くのに道分かんないじゃ困るから、でも時間余裕あったんで、その日はもう行くことに決めてたんですよね。だけど欲しいもんに道知らなきゃいけないから、どうしようかなと思って、本宮大社のね前に観光ガイドがあるのは知ってるんで、あそこでちょっと聞いてみようと、そこなら分かるって思って行ったんですよね。今ね、地下通から20分、車で20分で川湯温泉着きましたね。で今本宮大社にいます。熊野本宮大社、あそこに大湯の原の鳥居が後ろに見えてると思うんですけど、でここまでそこから30分だから、あ、10分か、だから計地下通から30分車でかかりましたね。で今から こっちに観光ガイドがあるので、そっち行ってみたいと思います。
それでその欲しいもの道をガイドさんに教えていただいてね、それで地図もいただいたりして、でバスの、あの時刻表もいただいたんですよ。でとりあえず行ってみようっていうことで欲しいもん行ったんですけども、駐車場は 広くてでも余裕だなと思ったんですけども、時刻表を見たらね、バスが朝がないんですよ。でコロナ禍でもうなくなっちゃってて、それでも欲しいもん発のバスがないってことで、じゃあどうしようかって、でその本部会社の観光ガイドのね人がね、本宮に置いてここに置いてね行けばいいんじゃないって言ってくれてたんですよ。もうそれしかないなという話で、もうちょっと予定変更をしたんですけどね。なんか今欲しいもんに着いたんですけど、結局コロナ禍でここ広いな、ほんと広いわ。コロナ禍でね、バスが朝ないみたい。今、1台バスあるけど、12時から発着、発なんでちょっと無理だから、熊野本宮大社からもう一気に、本宮まで20キロあるけど、もう行くしかないですね。そんな感じです。ちなみに、多分本宮大社から欲しいもんまで15分、車で15分ぐらいで来ましたね。よし、じゃあ今日はもう帰ります。わかりました。よし、多分こっちだと思うんだけどな。どっちから来たっけ。あ、これだ。道の駅、奥熊野の歩道、道の駅があって、欲しいもんから今車で10分ぐらいで帰ってきた。